大熊座イオタ星は、大熊座の構成で三等星。三等星の A 星の周りを、共に十一等星の B 星と C 星の連星が回る二重連星系である。B 星と C 星のペアは互いに、平均 10AU の離れた軌道を40年かけて周回しており、さらにこのペアが、AS、a 星から 132AU 離れた軌道を818年かけて周回している。は、 A 型主系列性に分類されているが、準拠星の段階に移行しているものと考えられている。また、衛星自体が分光連星であり、5から 6AU の距離を約10年かけて周回する番星を持っている。この番星についての詳細は分かっていない。型有名のタリタは、アラビア語で3番目の足跡を意味するある、カフザ・アルサリザという言葉に由来する。これは、 もともと、イオタ星とカッパ星のペアに付けられていた名前で、ラムダ星とミュウ星のペア、ニュー星特裁星のペアとともに、ガゼルの足跡という意味のコホザートアルジーベという、アラビアのアステリズムの一部であった。2016年7月20日、国際天文学連合の構成の固有名に関するワーキンググループは、タレタをオーグマザイオタ星への固有名として、正式に承認した。 アメリカの宇宙飛行士、エドワード・ホワイトの名前にちなむドノスという名前で呼ばれたこともある。ありがとうございます。